さん決めないんですよ。買いたいものを買うんです。ありがとうございました。私の公私混同企画にじゃあ私が作ってみましょう。わかるかな。完成しました。無印のステンレスユニットシェルフ、サイズをしっかり測ってもらったので、ゴミ箱がジャストサイズ、ちゃんとサイズが収まりました。シンデレラフィットです。ちょっとゆとりが欲しかったのでこの配置にしました。いい感じ、料理しやすそう。これで作って、例えば中にこうチーズとか入れてチーズナンを自分で作ったりとかいうこともできますし、簡単に作れる、結構簡単に。え、作ったことあります？ごめんなさい、私はないです。じゃあ私が作ってみましょう。さあ、無印良品で購入したナンを作っていきます。用意するのはナン1袋とオリーブオイルとお水だけ。普通の白い粉1袋。メモリがね、ついてて便利です。本当に無印だらけ。これまとまるのかな。これを今からラップして10分寝かせます。完成しました。バターチキンカレーと手作りのナンです。家でナンが作れるなんて。ではいただきます。どうだろう。あ、熱い、出来たてだから。どうかな。いただきます。なんだ、なんだちゃんとナンになってますね。さすがにこうお店のみたいにね、薄くもっちりは作れないけど、ちょっとこう弾力があるのもこれはこれで。バターチキンカレーとめっちゃ合う。おいしい。
これ油ほとんど使ってないんでヘルシーですね。安かったよね。それで自分で作れると思ったらお子さんとかも喜びそうだし、いいかも。うん、美味しかったです。よかったら皆さんも作ってみてください。チャンネル登録とグッドボタンもよかったらよろしくお願いします。またねー。